everyday moments are the important moments that connect us. 急な声や。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオから急名古屋お送りいたします。今日はね、名古屋ね、朝方ね、みぞれ降ってましたよね。そのね、寒さをそのままね、沖縄にね届けたいと思います。滑り王子マスクマンでございます。はい、今日は平日ゆっくり一日お休みで、寒い日もぬくぬく過ごせて感謝感謝、みそ煮込みスキーです。今日の朝は寒かったですね。思わずですね、二度寝しようと しそうになってしまったダンサーズでございます。はい、以上の3名がお送りします。今週のテーマは雪、スノー。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し、 FM ギノワンを選択してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話でのゲストは東海共和株式会社国内輸送課石田様になります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、こちらの提供でお送りいたします。キユナ名古屋。はい、メールのコーナーでございます。じゃあね、早速ですけどもね、富山のタッチョンさんからですね、こんばんは、唇スカーレットこと富山のタッチョンです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。雪ね、数センチくらいならいいけど、20センチを超えたら地獄です。自家用車で通勤している人が雪のため遅刻したら怒られます。本当の話、通勤距離20キロの道のりが雪が降ると2時間かかります。朝5時過ぎには家を出なければなりません。まるで台風通過後の東京のサラリーマンみたいなようです。今年は雪降らなくて本当に助かっています。そうですよね、大変ですよね。名古屋もね、雪がちょっと降るだけでもね、交通渋滞がひどいですから。うん、でも今年本当に雪積もらないんですよ、名古屋もね。そうですね、降らないですね。はい、今日ね、一宮、愛知県一宮市っていうところがあるんですけども、そちらではパラパラと降ったみたいですね。名古屋もちょっとみぞれぐらいでしたかね、朝。うん、なんか降ったかなっていう程度、そんな感じですね。降ったらしいですよ。ね、はい、はい、いいでしょうか。どうぞ、はい。キユ名古屋の皆さん、こんばんは。読谷村のフルムーンイカリーです。ありがとうございます。今週のテーマ、雪。私は生まれも育ちもずっと沖縄県内ですので、日々の生活を通して雪との関わりが一度もありません。20代の頃、観光で東京行った時に雪ではなく路面が
降り固まった氷になっておりました。当時革靴を履いていて、いとも簡単に滑って転んだ経験があります。なので雪ってサラサラでふわふわしているロマンチックな印象があったのですが、やはりガチガチの氷なのだと人前で滑って転んで現実を知りました。それと車社会の沖縄に長年住んでいるのですが、雪が降る地域で車を運転した経験がありません。専用のタイヤに交換したり、滑りやすいであろう路面の上で運転しようとはもう思えない年齢になりました。だから寒い時期は沖縄にこもります。では番組最後まで頑張ってくださいということでした。はい、はい、それが一番いいと思います、ね、はい、碇さん特に寒いの大嫌いなんです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてですね、ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。温度差が体に染みるアレックスです。ありがとうございます。ありがとうございます、昨日今日の温度差でお腹壊しました。あら大変、さて雪でびっくりしたのが、カナダ留学の時、大雪で外に出るには2階の窓からでした。だからずっと家の中でテレビを見て午後から学校に行きました。ある程度雪が降って取り除かれていましたが、1メートルくらい積もってて歩きづらいのを覚えています。まあカナダぐらいだと結構降るんですね。もう王子が行ったらね、もう埋もって助けてもらわないとね、あのどこにも行けません。 Help me。 あ、ごめんなさい、今ちょっと意識が一瞬飛んでたわ。ちょっとはい、ツイキャスもね、ありがとうございます。おがちからもちさん、こんばんは。青森からツイキャス見てます。ありがとうございます。東島のカーズ兄さん、こんばんは、なってます。ありがとうございます。北海道のじゅんちゃんさんも、こんばんは、ということで、沖縄ニュアンチュールさん、名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。エイリー金魚さんも、ワンバンコ。ワンバンコ。はい。おがちからもちさん、金曜日はご苦労様でしたということで、実はね、金曜日、このメンバー3人がですね、大城智也さんの番組にね、はい、出演させて、電話でね、出演させていただきまして、はいね、大城智也さんからもツイキャス来てまして、はい、先週はご出演いただきありがとうございました。ありがとうございます。ハートスマイルとキユ名古屋のコラボ楽しかったですということでいただいてます。大丈夫だったかな、ね、ちょうどね、バレンタインデーの時でね、もう王子もね、盛り上がっちゃいましたよ。ね、ハートエレブ南條さんだったんですけれど、ね、ちょっと空気がね、いつものこのキユ名古屋の空気を運んでってしまってね、滑り雰囲気をね。いいのかな？ちょっと番組の空気が変わってちょっと心配になったんですけど、ね。ごめんね。まあ雰囲気は多分想像する通りこんな感じです。はい。はい。はい、カズ兄さん、昨夜はあられが降って一面真っ白になりましたよということでね。そうなんですか。ですね。あ、で、タッチョンさんもね、今朝20センチほどって富山から。あら、ね、そうですね。結構積もりましたね、うん。はい。ということで、はい、メールいきます。はい。はい、ラジオネーム、ソラシドおばさんからです。あ、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。神奈川県で、はい、箱根の次に積雪量が多いと噂の職場。そんな私の雪の思い出。小学生の頃、引くほど運動音痴な私は、一日に何度もスキーでネットにホイホイされ、残り二日間を温泉に入って過ごしました。なので雪は嫌いです。ということで。スキーね。ちょっとコース外れると、なんか網みたいなのがあるんですよね。あれで助かりますからね。まあまあそうですよね。いや、どこ行っちゃうの？本当に王子もね、どこ行っちゃうかわからないからね。いや、私も、スキーは、20代に一度やってやめました。あら、どんどんやってほしかったのに。いやいやいや、あれやっぱり不向き、向き不向きがあると思いますよ。でもね、まあ、レジャーとしてね、スポーツじゃなくしてね、レジャーとしてね、やっていただきたいな。ああ、まあ、そういう気持ちじゃないとね、なかなかね、楽しく滑れないような気がするんですよね。頑張りすぎちゃうとね、足腰痛くなってね、王子今日2回目のね、Help me! こんな感じですよ。ごめん、今ね。早いな。いや、今日、エコー間に合わなかったね、と思って。今日ちょっとタイミング違うよね。ポン出しのタイミング、今日、なんか、ね、ポン出しエコーのタイミング、ちょっと合わないね。そうだよね。まあ、そういう時もいいじゃないですか。ね。自分でエコーかけちゃうからね、王子の場合は。
あ、北海道のじゅんちゃんさんがね、名古屋はタイヤ交換とかするんですかっていうことで。え、結構みんなしてますよね。そうですね、スタッドレスに、うん、スタッドレスに変えてますね。変えますけど、はい、あれマスクマン変えます、スタッドレス。いや、王子の場合変えても滑るって言われるからね困っちゃうよね。結果滑るんだね、はい、そうみたい、はい、はい、ということで、はい、CM ですかね。 CM の後はゲストコーナーになります。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム、大城バネサ・ザ・カバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から、上村かなさんのトイレの神様まで、全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん、聴いてくださいね。キユナ名古屋。はい、今日はゲストのコーナーです。今日は名古屋にございます東海共和株式会社の石田明さんと電話がつながっております。もしもし、こんばんは。こんばんは、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、私ダンサーズと言います。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、東海共和さんでございますけども、どのようなお仕事をされていらっしゃるか、はい、石田さんの方からちょっとご説明いただけますでしょうか。ありがとうございます。当社はですね、名古屋市港区に、本社を置きます。実は昨年創業70周年を迎えました、はい、港湾運送事業を、まあ、修行として営んでおります。まあ、なかなかリスナーの皆さんにはですね、あまり聞きられない業種かと思いますけど、まあ、簡単にご説明しますと、まあ、名古屋港の発着する船から荷物を、降ろしたり積んだり、まあ、そういった関連の、まあ、走行を営んだり、まあ、そういった作業を中心に行っております。まあ、あとコンテナ、まあ、海上コンテナ等の、まあ、保管業務、コンテナターミナル作業も行っており、ちょっと変わったところでは外国から、輸入されることがメインになるんですけど、まあ、タンクコンテナ事業ということで、名古屋港にはあまり、数が少ないんですけど、タンクの洗浄機能であったりとか、危険品の、貯蔵施設であったりとか、そういったところを、取り扱っております。あ、で、はい。じゃあ、そうするとも幅広くされていらっしゃるということなんですけども、はい、東海共和さんとして、実は私ちょっとホームページも拝見させていただいたんですけども、はい、ありがとうございます。はい。名古屋から沖縄へも、お荷物を運ばれてるというふうにお聞きしたんですけども、なんか最近はその沖縄の方に荷物を運んだもので、変わったものというのは何かありましたか？そうですね。まあ、特殊なところで、まあ、言いますとですね、まあ、設備機械とかプラント案件がまあ主力でありますし、まあ、昨今で言いますとですね、ちょうどまあ季節柄、各、プロ野球の球団なんかが沖縄でキャンプを開催されていますので、まあ、名古屋で言いますと、まあ、1球団がございます。まあ、そこのところの、まあ、キャンプ用品を、この1月に運ばさせていただきました。
ああ、そうなんですね。はい、まあ、まあ、有名な球団だと思いますけども、はい。そういったところをもうされている、お仕事されていらっしゃるということをお聞きしました、聞いたんですけども、実はちょっと今隣にですね、同じ MC やっております、味噌煮込みすきというものがいますので、ちょっと変わりますので、はい、どうぞ。あ、はい、はじめまして、こんばんは、味噌煮込みすきです。どうも今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。特に沖縄の方にですね、荷物を運ぶということに特化されているということをお聞きしましたけれども。はい。そうですね、キャンプの、その、用品っていうのはね、やっぱりいろいろ特殊なっていうね、と思いますけれども、やはりその、その会社の関係の方って会社、会社関係の方が多いっていうことですよね。あ、そうですね、各企業様からですね、はい、東海地区中心に、名古屋港を使っていただいて、沖縄に運ぶ、まあ、名古屋と沖縄の架け橋というのが、私どもの場合、物流の、まあ、セールスポイントでございますので、まあ、先ほど申し上げた特殊貨物もあるんですけど、まあ、小さいもので言えば、お菓子類であったりとか、飲料水であったりとか、もう大きいものであれば、先ほど申し上げたプラント、関連の、まあ、設備機械、あと鉄骨関係、もう大型の機械、重機関係ですね、そういったものも、まあ、幅広く取り扱っておりますので、ぜひご興味あれば、当社のホームページを見ていただければと思っております。はい。はい、ありがとうございます。結構幅広いジャンルということでですね、まあ、ちょっと興味を持たれたね、もしかしたら、企業の方もいらっしゃるかもしれませんので、ホームページはどのようにして検索したらよろしいでしょうか。東海協和という社名でもすぐ、はい、見ることが可能でございますので、まあ、東海地方の東海、はい、協力の協、平和の和と入れていただければ、すぐにヒットしていただけますので、で各部門ごとの紹介も、間口もございますので、まあ、先ほど申し上げた部分以外にも、国内物流以外には、当社は海外、国際物流も、営んでおりますので、はい、輸入の通関、輸出の通関業務であったりとか、コンテナの配送等々もすべて取り仕切る形で、まあ、名古屋港をメインということで取り扱っております。なるほど。名古屋港からメインでっていうことで、まあ、もちろん、沖縄にも特化されていますけれども、海外の方も、取り扱っているということですね。そうでございます。特に、まあ、海外においてはですね、各国、パートナーと連携しまして、ドアツードアの一貫作業、国内から海外、海外から国内ということで、すべての物流に特化する、セールスもしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、もう一人ですね、ちょっとパーソナリティというかもう一人いますのでね、そちらの方からもちょっと変わって質問よろしいですかね。こんばんは。はい、滑り王子マスクマンでございます。先日はどうもありがとうございました。こちらこそよろしくお願いいたします。私はですね、東海協和さんとちょっとね、縁があるもんですから、いろいろね、海外からの輸入のものをね、倉庫会社さんですね、一応その荷物を、取り置きしていただいてですね、そちらに荷物をね、まあ、今日のところは、贈答品といいますね、海外からの贈答品をね、よくね、引き取りに行きます。本当に規律正しい、会社さんだなと思いますね。いろんな意味で、私ね、荷物を引き取りに行きますけども、一つね、面白い話がありまして、はい、事務の方にですね、まあ、一応案内を持ってですね、贈答品取りに来ましたっていうね、案内を出して、必ずヘルメットをかぶるんですけども、で、私もね、ホワイトカラーのね、ヘルメットをかぶってね、事務所に入っていくんですけども、一応その、フックがありますよね。カチッとこう、きちっと止めなきゃいけない。で私 ね、最初ね、わからなくて、ブラーンとしたまま行ったらですね、綺麗なお姉さんにね、ちゃんとね、フックを止めてくださいってね、お叱りを受けましてね、で、それがまた逆にね、キュンときました。もう本当にね、それぐらい、規律正しくてね、いつも、スピーディーにね、荷物をね、いただきますので、運んでいただいたり、いただきに行きますので、これからもね、私ね、よろしくお願いしたいと思いますので、石田さんよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、松島さん。石今後も、多分当社の、流通センターの方かと思うんですけど、今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそ。石田さん、どうも申し訳ございません。このような質問しちゃいまして。あと、ちょっとこちらからお聞きしたかったんですけども、今までこういったお仕事をされてて、良かったことや辛かったことってございますか？はい、やはり物流業になりますので、お客様からお預かりしまして商品がですね、無事に到着して、安全に、品質も含めてですね、輸送が完了するということが私の使命でありますので、到着したところが、安心する部分、良かったことなというところがあります。またそういったところを、起点としましてですね、リピーター化していただいて、そこには、紹介であったりとか、次のお客さんに繋いでいただくチャンスもありますので、そういったところを、大事にしていきたいと思っております。あ、そうなんですね。やはりこういった大切なお荷物さんをお預かりされてるっていうところになると、もう本当にね、いろいろとお気遣いも大変かと思いますけど、そのあたりはどうでしょうか？そうですね。やはり海上輸送になりますので、季節柄、台風の時期でありますとか、そういったところではスケジュールの管理がどうしても必要になってきますので、やはり築地お客様にはスケジュールの報告を差し上げたりとか、今荷物がこうなっておりますという情報は、与えるようにはしております。そうなんですね。台風が一番もうなんか読めないですよね。もうしけ海がしけたりしたらなかなか到着のおひ、ね、ひ時間も、ね、読めないのかなと思いましたけども、あと最後でございますけど、東海共和さんとして今後何か展開するようなことがもしありましたら教えていただけますか？はい、社業的にはどんどん名古屋港をですね、発展するためにも当社の、発展を望むところが一番とかあるんですけど、国内におきましてはやはり申し上げましたように、名古屋沖縄の架け橋となるようにですね、今週1便毎週金曜日に名古屋港に船を入れて、船会社さんから入れていただいて、そういった作業をうち行っておるわけなんですけど、これが貨物を動かすことで週2便になる部分、引いては、今、名古屋に今、私ども営業拠点はあるんですけど、沖縄の方にも、営業所、支店になるというところを、過去には、そういった支店も設けたりもしたことがあったんですが、今はもう名古屋だけになっておりますので、沖縄の方にも、また営業所が出せる体制が整えればと思っております。はい、ありがとうございます。今ですね、ちょっとメールが届きまして、ラジオネーム、たまご屋さんからですけども、名古屋港は日本一の通関取引量の港ですということですけど、これは名古屋港の今お話を卵屋さん今されてまして、またその後の目もいつ来ておりまして、私は不当の食堂に勤めています、東海共和さんうちのお客様ですというふうに、はい、今メールが届いております。ありがとうございます。はい、あとツイキャスの方にもですね、トリモン団長さん A ラインさんと関係がある会社だですかというふうに聞かれてますけども、あ、そうでございます。船会社さん、丸江フェリーさん、はい、これは沖縄の方に発着されて見える船会社になります、はい、名古屋港では私どもが丸江フェリー様の、取り扱いをさせていただいてますので、よく、はい、お客様もご存知、今のメールの方もご存知かと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、本当にですね、私も沖縄は何度か行ってますけども、こういったですね、見えないところで、ね、お仕事されていらっしゃるっていうところ、本当にですね、こういった、素敵なことをされていらっしゃるなと思いまして、私も今後、何らかの形でお世話になるかもしれませんけども、今後ともぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。私どもですね、やはり、今、沖縄は、宜野湾を起点として皆さん、リスナーの方も気になっている方も目になると思うんですけど、結構、身近にあるものもですね、私どもが名古屋港で勤めさせていただいたり、で、ひいては沖縄の方の、私ども提携している物流業者さんが運んでいただいたりしてですね、皆さんの、お手元にある商品であったり、いろんなものが、物流として運ばさせていただきますので、今後ともですね、名古屋、沖縄を架け橋することを使命としまして、頑張っていきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、では、ありがとうございました。今日は本当に、楽しいお話を聞かせていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。はい、本日は、東海共和株式会社の石田明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも楽しい放送頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
キユナ名古屋。はい、メールいきます。あ、いきなり、はい、どうぞ。いくよ。ダンサーさん、ミソニコムシティさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの、銭形警部です。急な声が聞かないものは、逮捕だ。いつかロープで縛ってやる。きっこう縛り今週のテーマ、雪といえば、4、5年前に沖縄で雪が降ったとき、私はちょうどその頃は自宅にいたため、屋根で何かが落ちる音がしたので、もしや雪が降ったのではと思い、外に出ると雪は降り終わり、生まれて初めての雪を見ることができませんでした。いつかは県外に旅行して素敵な女性と一緒に降り積もる白い雪を見たいですね。見てちょうだい。ロマンチックすぎますかね。ダンサーさん、味噌煮込みシーさん、マスクマンさん、採用よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、では次いきますよ。深くは、はい、深くは絡みません。はい、チャタンじゃなかった、ヨミちゃんのエイリー金魚さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。雪の思い出。小学校の通学路に111段の階段がありました。運動神経が鈍鈍の私は、この階段が冬に凍ると、いつもすってんころりんと転んでしまうので大遅刻で考えた挙句、2時間早起きして111段の階段を雪かきしました。雪かきしていると、同級生たちがおはようと声をかけて通り過ぎていきます。もう汗びっしょりで時間が経つのを忘れ必死に雪かき。気がついた時は1時間目が始まる時間でした。また遅刻だ。こんなことなら2時間も早起きして雪かきするより、その分早く学校に行けばよかったんだはず。2日連続で遅刻し、2日連続で親に怒られた寒い雪の日の思い出でした。ということです。はい、ありがとうございます。はい、すごい、もうなんか物語のような本当の話なんですね。うん、はい、もう一ついきますね。先ほどもありがとうございました。卵屋さんからです。ありがとうございます。今日のテーマ、雪ですが、今朝は雪が降りましたよ。少々積もりましたが、すぐに溶けました。本当に積もらなくてよかったです。うちの会社も雪が降っても休めなくて、スタッドレスタイヤを履いて40分車通勤。今年は雪が積もったのは今日だけで助かってます。でも自慢のスタッドレスタイヤが今日も出勤できず泣いてます。ということで、ね、愛知県なんですけれどもね、はい、雪がちょっと積もったってことで。あ、はい。はい、それではですね、じゃあ来週のテーマをね、発表いたします。はい、花。あ、ちょっと早いです。早いです。はい、もう一度、聞き直し。はい。もういいかな？のテーマは、花。フラワー。フラワー。イガルじゃないよ。はい、来週のテーマは、花。フラワーです。この番組は、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋、トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓。高級木材のご用名は、名古屋、中川名木。こちらの提供でお送りいたしました。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。宜野湾と名古屋をつなぐ、沖縄と名古屋をつなぐ東海共和さんということで、はい、ね、つながってます。うん、そうですね、はい。はい。今日ももしかしたらさ、沖縄も寒くなっちゃったかな。ね、この寒さも何架け橋で、そりゃそうですよ。もう、うんざり。そうじゃないよね、みんなね。はい、ということで、はい、はい、また来週、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。閉店ガラガラ。いいです。はい。はい、今日もね、今日も聞きくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、真面目なね、企業様のね、ご紹介で。そうだったね。はい。なのに、やっぱりマスクマン滑ってる。滑ってる。やっぱりね、ちょっと柔らかいところにいたいなと思いながら。でも今日は全然ね、滑りのない、きちっとしたね。はい。ということで時間です。はい、では、また来週ありがとうございました。さよなら。